皆さんこんにちは。作家でヨガ講師加古です。今ね、空は晴れてます。すごく晴れてるんですけど、でもね、寒いですね。あの山がね、遠く富士山も見えるんですけど、お日様も見えてでね、あの雲も見えています。で、今芝生がちょっと見えますかね。ここの芝生、広いところで4月9日、ソテヨガやります。朝9時半から10時40分まで。この芝生本当に綺麗なんですね。場所は八王子市上行公園、芝生の丘というところです。こう見ると展望台がね、見えますね。富士、晴れていると展望台の上に乗ると富士山がすごい綺麗に見えます。はい、白いね、あの花が綺麗に咲いてます。はい、広々として少しね、ここ傾斜があるんですね。傾斜があるんだけど、芝生が綺麗なので、前はあの小山代理公園っていうところでやっていたんですけれども、今はね、ここにあの上行公園、芝生の丘、今この芝生が綺麗なところでやることにしました。ヨガマット持参ですけれども、ヨガマットない人ね、芝生の上で寝てもいいなっていう方は手ぶらで、そして大判バスタオルまたはビニールシートで大丈夫です。はい、桜もちょっとここ咲いているんだけど、見えるかな。はい、桜の花見えないね。まあいっか。はい、ここに来るまでね、京王線南大沢駅から徒歩、まあ、足が速い人12分、迷う人15分でしょうかね。ですがバスもあります。八王子行きバス乗って上院公園で降りますと、まあ、バス乗ってる時間は5分、バスも結構出てるんじゃないんですかね。私はあのバス乗らないで、あのいつも歩いてるので、あのですけどね。はい、山見えるかな、見えないかな。遠くに多く霞んでいるのが、丹沢山系が見えると思います。じゃあ今日もね、一日もう4時過ぎているのかな。今日も一日ね、笑顔で元気に過ごしましょう。今日はなんと4月1日なんですね。なんとと言わなくても4月1日なんです。はい、年度始め、日本は4月から始まりますから、新たな環境に皆さん身を置くことになる方も多いんじゃないんですかね。あの私の場合はもうね、学校も卒業してますし、フリーランスでヨガ講師やってます。で、時々作家として執筆活動していますので、あの新たな環境に身を置くということはないんですけど、これから新たな環境に身を置く方ね、一日も早くそこに馴染んで、あの素敵なね、あの毎日を過ごせるようにしてみてくださいね。そして今の現状に満足していない方、自分を変えたいと思う方、環境を変えるっていうのが一番手っ取り早いんですね。まあ、引っ越しできる人は引っ越ししてみるのもいいかもしれません。また、あと人間関係変えるのも自分を変える一つかな。そう、人間関係変えるのもね、またなかなかこれは難しいです。ですが、誰と何をするか、誰とどこに行くか、誰と暮らすのか、旅行もね、誰と行くのかで楽しさがね、倍増したり半減したりするかなと思います。ご飯も誰と食べるか、とても大事かなと思いますね。はい、なので、まあ、ちょっと意識して、自分がこういう人と付き合ってみたいという人がいたら、そういう方とね、あのコンタクトを取って、自分の環境をね、少し変えてみるっていうのも大事かなと思いますね。はい、そしてあのいろんな本を読んでいますと、あの成功している方、皆さん朝早起きですね。朝早く起きて、まあ、あの頭を使うね、関係の仕事を午前中にやるといいようですね。あの早起きは三文の徳と昔から言いますので、ぜひですね、あの時間を変える、朝早く起きてみる、あの昼まで寝てた方は朝6時に起きてみて、散歩したり本を読んだりね、あの、まあ、祈りの時間を作ってみたりとね、さまざま少しあのタイムスケジュール変えるだけでも変わっていくんではないでしょうか。はい、それでは新年度、笑顔で素敵なスタートを切っていきましょう。作家でヨガ講師加古でした。今寒いけどね、ちょっとお散歩してます。それではまた、さようなら。